はい、皆さんこんにちは。東京大学科学生命工学科教授の三藤です。私たちの研究室では有機化学をもとに生態分子のデザインを行うという研究を行っています。で、当然のことでありながら忘れがちですが、私たちの体は分子からできています。その分子の動的な活動が自分たちを作り上げています。で、私たちはその分子の生態分子の精巧さを根源から理解して、それを私たち自身が新たに作り上げることによって、新たな医療もしくは環境に対するテクノロジーになるのではないかと思って研究を進めています。